オ TV。大丈夫なところなんだけど、大丈夫か？あれ危ない。やがったこれがありますんでね、あんな誰が見たって帝国のスイカ会社だと思うでしょ。3年滑る3回目、ざっと総ゲーム数で380ゲームで3回、まあまあかな、もう良すぎるぐらいでちょうどいいんだよね最初は。3年、まあレンがしょぼかったんで、そこだけ、まあ、これ1回でどうこうっていうのもないんだけど、まあ、一応偶数寄りって考えた方が、引き戻せればなおいいんだけど、引き戻しかかんないで、で、まあ、もうエンチャンコだから、まあ、これ通常 A なんだよね。で、1つ目で3回まだポロポロ空いてるんで、なんか偶数っぽい感じだし、ちょっとまあ判断早いかなと思うんですけど、ちょっと2台目いこう。これしようか、なんかこれはさすがにへこんでるだろう。よし、これやろう。00の19ゲームから完全上げ狙い。まあ100ちょいぐらいのとこまで回してみて、当たれば OK だし、当たんなかったらまあ共通ベルが落ちたかどうかで判断しようかなっていう、まあそんな感じですね。3台目33から、113微妙だけど、まあ、打ち始めて80ゲームぐらい
ろ、投資5000円全部で1万5000円。まあちょっと、まあ、しばしじゃ様子見かな。こんなに甘くないのは分かってるんですけども、ラッキーパッチ、ラッキーパッチ、ねえ、形したいね。まあ、投資1万5000円なんでも大丈夫なんですけど、飲まれてハマり出してとかみたいなことを考えたらね、やっぱりね、前半なんとか余剰の中で、ね、内容を見ていきたいっていうのがあるんで、何枚とは言わないけど、できるだけ1000枚なんで、まあ、300枚ぐらいプラス、よしよしよし、順調。レンチャンは若干キスっぽい感じになってきたかな。ボードで6連560ゲームで5回、
ローテンペス、まだ大丈夫でしょう。よい。